東京の蛇、聞こえるか？はい、聞こえていますよ、フォックス大佐。今日はどうしたんですか？うん、ずいぶん待たせてくれたな。はい、お待たせたな。君、風の噂で聞いたのだが、どうやら倒れていたそうじゃないか。あ、はい、そうなんですよ。お騒がせしました。一体何があったのかね。まさか、今流行りの？いや、違います。風邪をね、引いたんですよ。普通にね。風邪？普通。もうここ数ヶ月、睡眠時間が2、3時間ぐらいしかないんですよね。大丈夫なんですか？うん、いや、普通かよ。役になりきりなさいよ。申し訳ない。それで？風邪を引いたと同時にですね、副鼻腔炎と喘息の発作も出ちゃったんですよね。うわ、それで薬を併用できなかったので、副鼻腔炎の薬を優先していたら、その1週間で風邪と喘息の発作が悪化しちゃったという感じでした。大変だったな。無事で本当に良かった。ありがとうございます。そんな君に素敵なコメントが来ているぞ。コメント？ヘビさん、大丈夫ですか？ご飯食べられてますか？無理せず大事にしてくださいね。ユキさん、ありがとうございます。嬉しいです。お大事に。しんどいのに報告ありがとうございます。ボンパボパボンパバ読めてない。ボンバルさん、ありがとうございます。嬉しいです。ゆっくりお休みください。再会お待ちしております。前原さん、いつもコメントありがとうございます。嬉しいです。君のことを待ってくれている人がいたんだな。非常に喜ばしいことだ。本当にね、心温まりました。なので病み上がりに申し訳ないのだが、任務を依頼したい。任務？水臭いじゃないか。何でも言ってくれ。と言っても君、本当はまだ熱あるんだよ。いや、もう ありますよ。ありますね、ありますよね。まあ多少ね、まだね、少しね。なので今回はリハビリ任務だ。長くはない。ショート動画だと思ってくれ。お、ショート。以前こういう動画を出したな。はい。そしてこういう動画も出したな。はいはい、これ最初のミッションの高難易度でも痕跡ゼロ取れるんだよな。取れますよ、多分。一応こちらのミッションでも取れるかどうか検証してくれという要望が来ているんだ。それを今回証明してくれないか。なるほど。それでは誰でも簡単に高難易度ミッションで痕跡ゼロが取れるかどうかの検証を今回やってくれますか。やりまーす。やってくれますか。やりまーす。やってくれますか。やります。大丈夫ですか。できる限り多くの敵戦闘車両を排除するんだ。本ミッションは反政府ゲリラ攻勢作戦のバックアップよって、その作戦終了次第本ミッションも完了となる。残り時間に注意してくれ。なお、時間内に1台も排除できなければミッションは失敗。またクリア報酬は排除した数で増加する。ボス、派手にかわしてやれ。ターゲットの位置はマップで確認してくれ。増援も確認次第位置情報を端末に追加する。ご視聴いただきましてありがとうございます。東京のヘビです。メタルギアソリッド5実況プレイ、今回は以前やりました痕跡ゼロ、こちらの続き。前回はノーマルの難易度でやりましたので、今回は高難易度版で試してみたいと思います。よろしくお願いいたします。では早速 D ホースを呼びましょうか。 D え D ホース、どこから来たの。お前はすぐ謎空間を移動してくるからな。いいセンスだ。さて、それでは準備は整いました。もう私がやれることは何もありません。あとはターゲットが来るのを待ちましょう。
ス、諜報班より連絡だ。ターゲットが移動を開始したらしい。その予測ルートを端末に送った。マップを確認してくれ。まったくどしがたいな。満足したら任務に戻ってくれ。さあ、来ましたよ。任務開始。トン。頼むぞ、ディホス。お前に全てがかかってると言っても過言ではない。オッケー。回収します。はい、ルートン回収。これで任務は完了です。それでは、前回安心してファントムシガーをした場所に行きましょうか。リホス、ありがとう。一緒にね、こっちで待っててもらって。リホスは、リホス。え？え？お前、お前、はい、OK です。はい、OK です。それでは、ここ来まして、早速、ファントムシガー。はい、これであとは見つかることなくこの作戦地域から出ることができれば無事痕跡ゼロということになりますので、前回は歩いていきましたが今回は最後までこちらの D ホースに活躍してもらいましょうか。早速いきます。今回も無事、痕跡ゼロ、取ることができました。何やら下に、不穏なマークが書いてありますね。お待たせたな。非常に不愉快です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。少しでも面白かった、暇つぶしになった、そう思っていただいた方は、チャンネル登録、高評価、するかはお任せいたしますので、ぜひとも、東京の蛇の動画をもう一本、ご視聴いただけると嬉しいです。それでは次回また別の動画でお会いいたしましょう。